慶應義塾大学の山下正史です。エイジングマシンを用いたブラックボックス多目的最適化の性能に関して、発表したいと思います。本発表の構成は、このようになっています。まずは、概要について説明します。本研究の、目的としましては、アニーリングマシンと、ファクトライゼーションマシンモデルを用いた、最適化手法である、FMAをブラックボックス多目的最適化問題に適用する手法を提案することです。その上で、今回の目標としましては、複数の目的関数に対して線形結合によって単一の目的関数に使われる手法である線形荷重和法を利用した FMA を開発すること、そしてその線形荷重和法を用いた FMA に関して、コンセンサス同期問題を題材とした、ブラックボックス多目的最適化問題に対して、その性能を明らかにするです。簡単に結果を示しますと、解析度の観点で、線形荷重和法を用いた FMA は、ページ最適化やランダムサーチといったその他手法に対して優位性を示したこと。また、パレットフロントに非常に近い回収号を得ることができたことというのを確認しました。続いて背景について説明していきたいと思います。今回、エイジングマシンで最適化を行う問題は、ブラックボックス最適化問題でありますが、まずは一般的にエイジングマシンで取り扱われる組み合わせ最適化問題について簡単に説明していきたいと思います。組み合わせ最適化問題は、膨大な選択肢の中から制約条件を満たし、ベストな解を探索する問題であり、実社会の中にも広く課題として存在しています。ここでは事例を示しますが、スケジューリング問題や、配送計画問題、スマートシティや集積回路の設計などを多岐にわたります。エイジングマシンはこれら組み合わせ最適化問題を高速かつ高性能に、解くことが期待されており、そして組み合わせ最適化処理の需要はこれからの IoT 社会に向け、増え続けることが予想でき、それに伴いエイジングマシンに対する期待もより高まるだろうというふうに考えられます。エイジングマシンで組み合わせ最適化問題を取り扱う際には、組み合わせ最適化問題の最適解が、このように表されるエイジングモデルやキューボの規定状態と一致するように定式化される必要があります。すなわち、エイジングマシンによって最適解探索が可能な組み合わせ最適化問題は、入出力関係がエイジングモデルやキューボで定式化ができるような問題であるということになります。ここでエイジングマシンは非常に便利なマシンであるかというふうに思いますが、この定式化が必要であるということがその活用範囲というのを狭めてしまっています。これは逆に言えば、これらの定式化が困難な問題というのは、エイジングマシンでの最適化が非常に難しく、そのような問題は世の中にたくさん存在してしまいます。例えば、そもそも入出力関係が明示的に示されていないような問題というのが考えられます。このような問題をブラックボックス最適化問題と呼び、その目的関数をブラックボックス関数と呼びます。ブラックボックス最適化問題の例としては、ベース最適化を用いたディープニューラルネットワークのハイパパラメータの自動チューニングの問題や、コノン輸送のためのナノ構造設計などの問題が挙げられます。これらのブラックボックス最適化問題では、青枠で示されるような入出力の、関係を示す式が明示的に与えられない、すなわち、ブラックボックス化されてしまっているため、最適化を行うことが非常に難しく、ましてや、直接エイジングマシンや、エイジングモデルや、キューボでの定式化ができないために、エイジングマシンによる最適化は困難であると言えます。では、そんなブラックボックス最適化問題に対する一般的な解法について説明していきたいと思います。先ほども示したように、ブラックボックス最適化問題は入出力関係がブラックボックス化されており、その中でブラックボックス関数の最小化、もしくは最大化を行う必要があります。また、ブラックボックス最適化の文脈では、ブラックボックス関数の呼び出しにはコストがかかることが多く、一般的にブラックボックス関数の呼び出し回数をできるだけ少なくするということも要求されます。では、どのように最適化を行うのかというと、サロゲートモデルと呼ばれる入出力関係の近似式を予測することによって、ブラックボックス最適化を行います。このサロゲートモデルによる最適化手法は、ブラックボックス最適化問題において非常に一般的な手法であり、様々なサロゲートモデルが提案されています。
そこで、このサロゲートモデルによる最適化手法をエイジングマシンに応用することで、今まで困難であったエイジングマシンによるブラックボックス最適化や、エイジングモデルやキューボでの最適化が、難しい問題に対しても、エイジングマシンによる最適化ができるのではないかということが考えられました。そして、このように表される、ファクトライゼーションモデルや、ガウス仮定などのサロゲートモデルを用いたエイジングマシンによるブラックボックス最適化手法が提案されました。この手法では、サロゲートモデルを用いて、エイジングモデルやキューブを生成し、エイジングマシンによって最適解を探索する手法であり、エイジングマシンの活用範囲拡大を実現しました。この FM モデルを用いたブラックボックス最適化手法を FMA と呼ぶこととします。また、今回説明は省略いたしますが、FM モデルとはまた違ったサロゲートモデルを用いたブラックボックス最適化手法として、BOCS と呼ばれる手法もありますので、気になる方は、こちらの論文、参照していただければと思います。では、FMA の具体的なフローチャートについて説明していきたいと思います。まず、入出力値を示すデータを複数用意します。そこで、これらは入出力関係が明示的ではないために、直接イージングマシンで最適化することができません。そこで、これらのデータセットを学習データとして FM のモデルを予測します。そして推定された FM のモデルをキューボに変換します。ここでキューボとしていますが、イージングモデルとキューボは等価であるため、イージングモデルに変換することも可能です。そして、ここで生成されたキューボに対して、エイジングマシンで最適化を行います。これで得られた解というのは、もともとのブラックボックス関数における最適解ではなく、生成されたキューボに対する純最適解だと考えられるため、ここで得られた解に対して、ブラックボックス関数を呼び出すことで、また、入出力のデータセットを用意し、学習データセットに追加していきます。この一連の操作を繰り返し行うことで、学習データセットが増え、いずれ示されるように、次第に FM のモデルが元のブラックボックス関数に近づいていき、最終的に最適解を探索することができるという手法になっています。この手法の利点の一つとして、モデルの予測の際の計算負荷をオーダー K×N で抑えられるという利点もあります。の FMA は現在様々な問題への適用が提案されています。例えば、メタマテリアル設計や、フォトニック結晶レーザーの設計、プリント回路基板の設計などが考えられます。また、整数変数を用いたブラックボックス、最適化問題に対する FMA の応用研究なども行われており、その活用範囲がどんどん広がっています。また、右図に示されるのは、FM とイージングマシンではなく、FM とゲート方式の量子コンピューターによって高い量子高品質を誇る有機EL 材料の設計を行った研究になっています。これらの応用例から FMA のフレームワークが非常に幅広く利用されてきているということがわかると思います。では、本研究の本題に入りますが、私たちの展望としましては、FMA をより多くの問題に適用していくことで、エイジングマシンの活用範囲を拡大することです。そこで疑問として、実社会においては複数の目的関数を最適化したい場面というのが数多く存在しますが、そのような問題に対して FMA を活用することができるのかということが疑問として考えられます。そこで、先ほども申し上げましたが、ブラックボックス多目的最適化問題に対して FMA を活用する手法の提案が本研究の目的になります。その上で、今回の目標として、線形荷重和法を用いた FMA を開発し、その手法のブラックボックス多目的最適化問題に対する性能を明らかにすることが目標となります。ここで簡単に多目的最適化についても、まず説明していきたいと思います。多目的最適化とは、その名の通り、2つ以上の目的関数を同時に最小化、もしくは最大化することであり、トレードオフ関係にあるような目的関数に対して、このような最善のトレードオフ関係を示す回収語を獲得することが求められます。そして、このような回収語をパレードフロントと呼びます。続いて、線形荷重和法についても説明していきたいと思います。この手法は多目的最適化問題に対する非常に典型的な最適化手法の一つであり、ユーザーが定義した重み付け係数を用いて、各目的関数を足し合わせ、スカラ化することで単一の目的関数を設計する手法です。
この手法では非常にシンプルに単一の目的関数を設計することができます。このような式で表すことができますが、重み付き係数を複数設定することによって、それぞれに対してパレット最適解を獲得することによって、最終的にパレットフロントを獲得するという手法になっています。今回、私たちはコンセンサス同期問題という問題を用いて、複数の目的関数を定義し、それらをブラックボックス関数として捉え、FMA を用いてブラックボックス多目的最適化を行いました。この問題は、コンセンサス同期に最適なグラフ構造を、探索するような問題です。具体的には、まず、リング上の、グラフ構造に対して、いくつか結合、つまりエッジをですね、追加することを考えていきます。その上でですね、追加するエッジ、どこにエッジを追加するのかというのを定義する入力をバイナリ変数として与えます。すると、入力に応じたグラフ、リング上にいくつか結合が追加されたこのようなグラフというのが定義されます。そして、そのグラフをラプラシアン行列に変換することで生成されたグラフがコンセンサス同期に適しているかどうかを評価していきます。コンセンサス同期に適しているかは否かは、ラプラシアン行列の固有値比率と対括弧を用います。というのも、この固有値比率 Q というのは、小さければ小さいほど同期速度が速いということを示し、この対括弧の相和の平均 K という値は、グラフ構造の平均実数を表しており、ここで、この初期のグラフ構造に対するエッジの追加はコストがかかると考えますと、この平均時数は小さければ小さいほどコストを抑えられるということを示します。すなわち、Q と K が小さいグラフ構造ほど同期速度が低く、速く、コストが小さいため、コンセンサス同期に適していると言えます。したがって、この問題は Q と K が小さくなるようなバイナリ変数の組み合わせを探索する問題であると言い換えることができます。では、実際に線形加重和法を用いた FMA をブラックボックス多目的最適化手法に適用する、多目的最適化問題に適用するフローチャートを説明していきたいと思います。先ほど説明した FMA と大きく異なるのは、やはり学習データの部分で、本研究で扱う問題では、2つの目的関数を最小化しなければならないため、出力値が2つ出てきます。それに対して本研究では、線形加重和法を用いてこのように単一の目的関数としてスカラ化してあります。スカラ化した値が、Z で表され、この Z と入力 X のデータセットを用いて FM のモデルを学習していきます。基本的にその他の手順については、先ほど説明した FMA と同じで、この一連の操作を繰り返し行い最適解を探索していきます。しかし、多目的最適化においては一つの純最適化よりだけではまだ不十分であり、重み付き係数を、この P の値をですね、いろいろと変えながら、複数の純最適解を獲得し、最終的にパレットフロントにより近い回収後を探索するということが必要になります。また、今回、エイジングマシンとしては、D-Wave の、ニールのシミュレーテッドアニーリングマシンを用いています。加えて、局所回にはまってしまう、局所回から抜け出せなくなってしまうことを防ぐために、今まですでに出てきたことがある回が、回として得られた場合に、ランダムに回探索をし直すという操作を行っています。それでは結果について説明していきたいと思います。今回の結果の、についてなんですけれども、小規模な問題に対してまずは FMA を適用しました。問題サイズは8個のノードからなるグラフ構造を想定しました。この時、入力変数は20個であり、組み合わせの数は2の20乗個となります。そこで、全候補の探索によって厳密な最適解を求め、各省によって得られた解との誤差を図に示しました。この図は横軸がステップ数、縦軸が誤差を示しています。今回の結果は、重み付き係数を0.5に設定し、初期学習データを100個用意した場合の結果を比較しており、最適化手法としては FMA、ベズ最適化、ランダムサーチの3つを用いました。また、FMA とランダムサーチについては、用意した初期学習データに対して同様の計算というのを20回行い、
平均を実践、分散を帯で表しています。ウィズ最適化については、ガウス過程を用いて獲得関数を定義し、獲得関数の評価については、全候補を評価することで最適解を求めたため、同じ初期学習データに対して計算を行った場合、全く同じ結果が得られることになりますので、実践のみで示されています。結果としましては、線形加重和法を用いた FMA は、他省と比較して少ないステップ数で厳密解を獲得することができていることがわかります。続いて、同じサイズの小規模系の問題に対して、思い出係数の設定を変更して、多様な解の獲得を行い、図にプロットしました。この図は横軸を K、縦軸を Q としており、灰色の線は全解候補から求めたパレートフロントを示しています。思い出係数に関しては0.1から0.9まで、0.1刻みで変更して、それぞれの探索で求められた解を色別にプロットしました。そしてこれらの解はそれぞれ3000ステップ探索した時点で、設計した目的関数の値が小さい順に100個の解のみをプロットしています。結果としてパレートフロントに非常に近い解の集合というのが得られていることがわかります。こちらは、それぞれの重み付き係数ごとに得られた解に着目した図となっています。重み付き係数の値が小さいと、図の左上に。大きいほど、その右下に集中していることがわかります。続いて、先ほどまで小規模な問題サイズで行っていた計算を比較的大きな厳密解が求められないようなサイズの問題で、計算を行った結果を示しています。ここでは11個のノードからなるグラフ構造を想定しました。この時、入力変数は44個であり、組み合わせの数は2の44乗となります。このような問題に対して、重み付き係数を変えたような解の観測を行いました。結果として、トレードオフの関係を示す多様な解を獲得することができていることが確認できます。そして、大規模問題についても、小規模問題と同様に重み付き係数比の値に応じて様々な解というのが得られていることがわかると思います。最後にまとめです。本研究の目的は、アニーリングマシンと、ファクトライゼーションマシンモデルを用いた最適化手法である、FMA をブラックボックスの目的最適化問題に適用する手法を提案することでした。その上で、今回の目標は、線形加重和法を用いた FMA を開発すること。そして、その線形加重和法を用いた FMA をブラックボックス多目的最適化問題に適用した際の性能を明らかにすることでした。結果としては、解析度の観点で線形加重和法を用いた FMA は、ベース最適化やランダムサーチといったその他の手法に対して優位性を示したこと、そしてパレートフロントに非常に近い回収を得ることができたことを確認しました。今後の展望としましては、初期学習データに対する FMA の性能の依存性を明らかにすること、それぞれの重み付き係数に対してより詳しく FMA の性能を検証し、FMA がうまく動作する条件を見つけること、また、FMA に適した目的関数の設計手法を明らかにすることなどが挙げられると考えています。以上で発表を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。